イワン・ビシネグラツキー。イワン・ビシネグラツキーは、ロシア帝国出身のフランスの作曲家。ソ連時代より、半音よりも狭い音程による、超半音外技法を理論的に体験化し、その後は、微分音音楽の追求者として有名になる。4分の1音程から、1オクターブを71等分した音階までを発案する。父親は、銀行家。同名の祖父は、 数学者で、1888年から1892年まで、大倉大臣を務めた。当初は、法律学を学んだが、ペテルブルク音楽院に転学して1911年から1914年まで、ニコライソコロフに指示。ペテルブルクで、スクラービンの作品を知り、強烈に影響を受ける。1916年から1917年にかけて、 作曲した自作詞によるオラトリオ存在の日では集結において12音のトーンクラスターが5オクターブに渡って成り渡る。ビシネグラツキーがその後10年間に発展させた音響連続体という概念から微分音程と長半音外理論による数多くの作品が成立した。もっともそれらの作品は音楽界ではビシネグラツキーの晩年になるまで注目されなかった。 1920年にソ連からパリに亡命。1922年、リヒャルトシュタイン、アロイス・ハーバー、ビリー・メレインドルフ、イエルク・クマーガーラ・ビブンオンの作曲家に会いにベルリンを訪れ、四分音に取り組む。ハーバーと四分音ピアノを共同制作する計画であったが、部分的には技術的な理由から、部分的にはビザの問題から、目論みはどんざし、 パリに引き返さざるを得なかった。私生活では、1920年代初頭に、エレーヌ・ブノアと結婚し、1924年には、長男ドミトリーが生まれるが、1926年に離婚した。1929年に、アメリカ国籍のルシール、ゲーデンと出会い、後に再婚する。 その後も引き続いて4分音ピアノの製造の研究はなかなか貫維しい解決には至らず、1927年にドイツのピアノ製造会社フェルスター社に4分音ピアノの製造を依頼。1928年にフェルスター社がハーバーと共同開発した3段式4分音ピアノを1930年までに購入した。1936年には それまでに書き留めた作品を随時数台のピアノのために編曲することを決心する。1937年に初めて全曲自作のみの演奏会が開かれた。この頃にオリビエ・メシアンやアンリ・デュティ・ユー、クロード・バリフラと出会い、また4台の4分音ピアノのための公共曲、ザラトゥストラ各語り機の感情楽章を録音している。 1942年にフランスに進駐してきたナチス軍に逮捕され、ビシネグラツキー本人は2年間コンピエーニュに、ルシール・プジンはビッテルに移動を余儀なくされる。この間、結核を患いサラトリウムで長期療養に入り、創作活動の危機に瀕していた。しかしながら1950年に退院してほどなく、支持者の一人であったメシアンに作曲活動を継続するよう励まされる。 1945年11月11日に、イベットグリモー、イボンヌ・ロリオ、セルジュニグラの出演によって、ビシネグラ付き作品の演奏会が実現する。1947年2月17日には、ブリュッセルで、公共曲、ザラトゥストラ各語り機の4手ピアノ版が、アンドレスリの指揮によって上演される。1951年11月28日、公共的談笑。 第2番作品24の四大ピアノ版の初演にピエール・ブーレーズとクロード・エル・フェラが出演。1977年、ラジオ・フランスがビシネグ・ナツキー作品による大規模な演奏会を開催する。ドイツ学術交流会より雑木作曲家としてベルリンに招待されるが、体調の理由からもはや参加することができなかった。ビシネグ・ナツキーは主として実用的。 実践的な理由からも、室内楽曲など、小編成の器楽曲を創作した。とりわけ2台の4分音ピアノのための作品や3台の6分音ピアノのための作品、1974年のほか、6台の12分音ピアノのための2次作品37などがある。さらに、4分音による弦楽四重奏曲が2曲ある。ただし、1945年に着手され、 1959年に脱稿した作品38は伝統的な音律による弦楽四重奏曲である。単一楽章の弦楽三重奏曲は4分音の楽曲だが未完成に終わった。ビシネグラツキはこの他に4分音の火星法についての参考書4分音による火星法のための手引きや長版音外技法を主題とする論文も出版した。 ありがとうございます。